きげんよう、さきのです。今日はですね、キャンメイクの新作のこちらをメインに使ってメイクをしてみました。キャンメイクの新作結構たくさん出たと思うんですけど、それもリップとチークとアイシャドウとか、あとマスカラとかいろいろ使ってみたので、よかったら参考にしてみてください。他にもちょっといろいろ足してみたんですけど、全部プチプラコスメで作っているので、よかったら参考にしてください。これものすっごい可愛かったです。この02番を使いました。サムネにも持ってたルージュなんですけど、ものすっごい良かったので見てください。それではスタート。はい、じゃあまずですね、アイシャドウ感じで1、2、3番があるんですけど、私はこの真ん中の2番を使いたいと思います。赤みとかピンクみがかったブラウンのアイシャドウですね。こちらを使っていきます。まだね、開けてないんですよ。実はチップ入ってんのかな。あ、入ってました。開けてみるとこのような感じです。ちょっとパールみがかってるかな。で、チップ入ってないと思ってたらちゃんと入ってました。しかも一番使いやすい感じのチップが入ってました。塗ってみるとこのような感じです。意外と手に塗った方がしっかりと発色されるかもしれないですね。色味がちゃんと出てくれます。で、まだまだヘナタトゥーが取れません。粉はすごいしっとりしてて、粉飛びとか絶対しなそうなテクスチャーですね。すごくしっとりめの感じです。この2色をメインに使っていきたいと思います。このアイシャドウは結構なんかしっとりしてる感じだから、私は手でつけていきたいなと思います。手でつけるとね、しっとりしたアイシャドウって結構手でつけるとピタッとくっついてくれるからね、相性いいんですよね。こことここを混ぜてアイホール全体になじませていきます。おー、なじみがものすごいいいですね。ふわっと馴染んでくれます。透明感があって、ちょっとパール感もあってって感じで、シアーな感じですね。はい、このような感じです。ちょっと目の下赤すぎるので、ちょっとこの一番明るいカラーを目の下に入れていきます。メイクが雑じゃないけど、結構なんか簡単に仕上げても綺麗に仕上がってくれるような感じがする。これ、そしたらこのピンクみがかったカラーを取って、こちらのカラーです。流行ってるくすみピンクとかのカラーにちょっとオレンジみが入った感じなので、とってとても可愛い、優しい目元になりそうな感じですね。はい、こんな感じです。すごい可愛い。で、余ったので目の下にも入れていきます。澄んだピンクなんだけど、少しだけ黄みが入ってるっていうか、オレンジみとかが入ってる感じだから、すごく馴染みがいいし、あったかい感じの目元になりますね。冬場はすごいいいかも。続いてこちらの一番濃い締め色のカラーですね。締め色カラーを目尻に最初にちょっと大きく置いてから、目頭にこういう風になじませていきます。すごく発色がよくって、なんていうんだろう、なんかちょっとメタリックっぽくピタッと発色してくれます。ちょっとツヤ感を感じるような感じで、ちょっと目尻は、はい、このような感じです。すごく可愛い。引き締めっぽく入れたら、なんか少しだけオレンジピンクっぽく発色されますね。それがすごく可愛い。で、目尻の方にもちょっとだけ足していきます。はい、このような感じです。で、この一番ハイライトになるカラーを目の下にこう入れてるんですけど、やっぱちょっとだけ物足りない感じがするので、アイシャドウはこんな感じで4色使ったらこういった感じになるんですけど、やっぱりまあちょっとこの時期ですし、ラメを足していきます。こちらです。バニラ粉のグリッターなんですけど、こういった感じの土色ラメです。で、開けてみるとチップでつけれるようになっているので、目の下と少しだけ上部分に入れていきます。これ絶対ラメ入れたら可愛いと思うんだよね。この目の下のところって感じです。すっごいちょっと控えめな感じで入れていきたいので、ラーメンって感じではなく、ちょっとだけ入れていきます。こういった感じです。なんかもういろんな色に光るラメが入ってて、ピンクが一番強い感じなので、黒目の上のところにやって、あとは指でこうポン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 となじませていきます。かわいい。やっぱラメと一緒に使ったらすごくかわいい。ちょっとなんかこう特別なホリデイメイク的な感じになりますね。こんな感じです。はい、ラメ感を足しました。このような感じです。こうマットだったりとかシアだったりとか、私すごい好きなんですけど、やっぱ今の時期はこうラメ感をちょっと足したりとか、単色でラメを足したりとかするのがすごい好きなので、こういった感じに仕上げてみました。うるっとした感じのラメですね。可愛い。すごく相性が良かったと思います。そしたらですね、アイラインはあえての引かず、こちら私の大好きなモテライナーのリキッドの CC っていうカラーなんだけど、これもうウズの方で新しく出たんだけど、絶妙にこの色味がないんですよね。この色味ドンキとかではまだ売ってるので、よかったら見てみてください。こういった透明感のあるピンクなんだけど、少しブラウン味を感じるような、このカラーとすごく相性がいいんじゃないかなと思って選んでみました。この目尻のところに少しだけこんな感じで
入れていきます。こういった感じです。そうするとアイライン引かなくてもちょっとこう存在感のあるピンクが出てくれるし、アイシャドウとの相性がめっちゃいいですね。これ入れ方的にはたるみに入れすぎるとなんかこう違和感がある感じなので、本当に目より少しだけ上に引き上げるように入れます。はい、こんな感じです。そしたらこちらキャンメイクの極太マスカラの06番ブラウンですね。こちらを使っていきます。私が人生で初めてちゃんと使ったマスカラはこのキャンメイクの極太マスカラの黒いやつでした。メイベリンとかも使ってたんですけど、初めてあめっちゃすごいまつげいいなと思ったのがこちらだったんですよね。それのブラウンが最近出たということで使っていきたいと思います。根元からしっかりと入れていきます。おお、やっぱいいね。私はロングよりボリューム派なので、極太マスカラみたいなボリューム系のマスカラがすごい好きです。特にブラウンだとちょっと目力が半減じゃないけど優しくなるので、ボリュームはたっぷり入れたいですね。はい、こんな感じです。思ったよりボリュームっていうよりか綺麗なセパレートのまつげになっちゃいましたね。でもカラーがすごくなんかブラウンすぎず黒すぎずっていう感じなので、とっても優しい感じの目になりました。余ったやつで下まつげも入れていきます。下まつげは縦にしてつけるといい感じにつくかも。はい、こんな感じです。はい、ちょっと重ね塗りしてみました。こういった感じです。すごい可愛いこのマスカラ。ピンクブラウンだってちょっとオレンジっぽいから、マスカラがブラウンなのいいですね。これなかなかカールキープ力もあるので、プチプラのマスカラの中ではかなり優秀な方だと思います。はい、まつげ完成です。すごく存在感のあるけど優しい目元になりましたね。ちょっと赤みの感じるブラウンでとっても可愛いと思います。そしたらチーク、こちらキャンメイクのクリームチークの18番です。ピンクなんだけど少し青みを感じる、紫みを感じる可愛いカラーです。これすっごい好きなカラー。このクリームチークは本当に誰もが使ったことあるって言ってもいいぐらい人気な商品ですよね。カラーがたくさん出てて、お気に入りのカラーとかね、気づけば廃盤されちゃったりとかするんですけど、このカラー絶対可愛いと思う。落ち着きのあるピンクで、ちょっと暗い感じのピンクですね。なので派手な感じにもならず、本当に自分の肌からポッと出たようなピンクのカラーになると思います。はい、こんな感じです。サラサラしてるんですよね、すごく。だけど発色は割と抑えめな感じですかね。少し気持ち上の方にこうポン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 とやっていくのがいいかも。あ、でもすごい肌に馴染む気がするんだけど、めちゃくちゃ可愛い。あんまり塗りすぎるとクリームチークなんでこうよれたりとか、あとなんかこうファンデーションが一緒に剥げたりとかするので、指で塗るのもいいけど、パフとかで使い捨てのやつとかで塗るのもおすすめです。今日はちょっとこうしっかり発色させたいので指で塗っていきます。え、めちゃくちゃ可愛いこのカラー。すごい肌なじみのいい感じ、めっちゃ好きこのカラー。こんな感じで入れてみました。ちょっとこう細長く入れてみたんですけど、どうですか。私的にはものすっごい好きな感じ。こういったカラーのパウダーチークを作ってほしいなって思ったぐらいめちゃくちゃいい色ですね。これすごい好きかも。で、保湿力もやっぱりクリームチークなんてあるので、夏場っていうよりかは冬場の方が私はクリームチーク使ったりとかしますね。ツヤ感も出るから程よい感じ。うん、かわいい。続いてこちらです。キャンメイクメルティルミナスルージュの05番です。なんか生レアルージュって言われてて、こうとろけるような使い心地っていうやつで結構話題になってましたよね。で、私は05番のちょっと赤みを感じる赤っぽいブラウンっていうのかな、なんて言うんだろう。はい、こういった感じのカラーです。ブラウンが混ざったピンクというか、なんか赤というか朱色というか、すごい不思議なカラーですね。 この色味の名前は何だろう。とっても可愛いカラーです。ちょっとアイシャドウとこう似てるような感じなので相性がすごくいいと思います。トゥルトゥルって感じで塗れて、ほんとツヤ感がすごいです。ほら、トン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 と塗ってった方がなんかこう溶ける感じだから発色良すぎちゃってやばくなりそう。すごい可愛いカラー。アイシャドウとの相性めっちゃ良くない？顔色がパッと明るく元気に見えますね。使い心地はとろける感じなので、なんて言うんだろう、ほんと潤ってるというか保湿されてる感じがします。はい、こんな感じで塗ってみました。この口紅のレビューが一番なんかこうやってほしいっていうインスタグラムのストーリーでなんかこう来てたのでよかったと思います。このカラーが私は一番好きで、ちょっともうちょっとブラウンっぽいオレンジっぽいカラーがあったんですけど、それは本当になんて言うんだろう、トータルで合わせないとちょっと難しいかなと思ったんですけど、この05番のカラーが
すごく馴染みがいいし、あとなんか落ち着いたカラーなのでどこにでも使えるような感じだと思います。いいですね、アイシャドウととっても相性がいいと思います。よかったこれ。はい、メイクが完成しました。今回はね、キャンメイクの新作などを使ってメイクしてみたんですけど、ものすっごい色っぽくて可愛くないですか。目元がすっごいすごく可愛いです。このね、ピンクのカラーがね、オレンジっぽくもありつつピンクなので、本当に馴染みがいいと思うし、なんて言うんだろう、わざとらしくないあざとい感じになれると思います。すっごい可愛い。この02番が私的には一番の推しですね。でこの02番と合うのがこの05番のメルティルミナツリュージュなので、この相性すごいいいからね、ぜひゲットしてみてください。はい、こんな感じで楽しかった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram やっていますので、説明欄からフォロー待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。